はい、タバコ、喫煙動画、手巻き、タバコ喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、DJ ミックスシャグのミント&クローブです。こちらは、クローブタバコですね。うん。今日一緒に買ってきたんですが、ガラムメンソール。こちらと同じような感じのタバコ。手巻きタバコで、そうですね。ガラム系列のタバコ。値段がね、560円ぐらいだったかな。で、これにはですね、巻き紙がついてくるんですが、うん。これね、のり面がないんですよね。うん。で、この紙自体が甘いんですけど、舐めると、あれ？あ、若干甘い。うん。うん。甘いんですが、これいらない。のり面がないので、すごい使いづらい。ほどこの上ないので。個人的には使いません。使いづらい。てか、はっきり言って、くっつかないので。使わない。本製品は天然のクローブ（長寿）がブレンドされています。クローブタバコ、クローブはタバコに比べ比重が重いためパッケージの中で偏ってしまいます。かき混ぜてご使用ください。と書いてあります。うわ、めっちゃ乾燥してる。めっちゃ乾燥してるわ。パラパラ。むちゃくちゃ乾燥してる。ほんとに。カッサカサや。乾燥しすぎじゃないか、これ。パリパリやだ。もうパリパリですよ。あ、これはきつい。乾燥しすぎて、なんか、硬いわ。とりあえず適当な巻き紙を使います。まあ俺ガラム系のタバコは大好きなんでね、多分美味しいだろうなと。ちなみにこれ 25g で入ってるので少ないですね、かなり。25g で、まあ値段500いくらだか。まあ、ねと。で、なんかね、今日タバコ屋で行ったらラッキーストライクのね、マッチをなんかもらいました。ので、まあ、これ使いますけど。顔出しでやっていきます。今日からっていうか、うん、おい、あ、つかない。これね、つかないんだ、これマッチって。つかん、これ。あ、つかん。やっとついた。あ、消えた。はっきり言って、マジちゃん、めんどくさい。うわ。こうあれだな。
これね、クローブタバコに全般に言えることなんですが、パチパチ弾けるんですよ。うん。パチパチ音がするんですが、それがね、パチパチって弾けて、障子がね、焼けてる障子がピュンと飛んでね、火種が飛ぶことがあるんですよ。今もあったんですけど、今飛んだんですけど、その火種が燃えてる状態で、結構飛び寄るんで、危ない。うん。うん、まあ、でも、これあんまり、あれだな。メンソール感は弱い。うん。あんまり強くないですね。普通のクローブの、ミント&クローブではなく、ミントンのないやつを吸ったことあるんですけど。あんまり、そんなに強くない。うん。ほのかにする。けど、これあれだな、ミント、じゃ、メンソール用の、フィルターとか使った方がいいっすね。うん。25g で560円。安いけど、いや、グラム的には別に安くはないのか。まあでもこれかなり癖が強いんで。まあ俺は大好きなんですけどね。ただ一般的に多分かなり苦手な人多分かなり多いと思います。うん。まあでも美味しいは美味しいですけど、ただ一般的にガラムってこのフィルターが甘いんですけど、その甘さがまたいい味出すんですが、それがあまりないっていうか甘くないんで、それがないんでちょっと残念です。うん。あとやっぱメンソールが弱いな。これやっぱり、うん、ガランメンソールに比べると、段違いでメンソール感が弱いんで。美味しいは美味しいんですけど、やっぱ物足りないは物足りないですね。まあ味としては全然問題ない。メンソール感が弱いこと以外では、ほぼ問題ない。あと甘みがないこと以外ではね。しっかり、クローブタバコの良さの、この、スパイシーな味わいをしっかり表現してるとは、思います。うん。燃焼速度も遅いみたいですね、多分ね。うん。ガラムと同じで、多分燃焼速度遅いんじゃないかな。ガラム系はやっぱり俺メンソールが好きなんで、
ちょっとメンソール弱いな。まあ、今度メンソールフィルター買って、ね、それで試してみますけど。あ、あと、ハッカ油もあるんだよな。ハッカ油。ハッカ油っていう。こういうやつ。ハッカの油？これを染み込ませれば、まあ割と。いいかもしんないけど。まあこういうクローブ系はね、やっぱね、香りが結構飛びやすいんで。なるべく俺は瓶で保管しますけど。瓶の中にちょこっと、ハッカ油垂らせば、案外、いい感じになってくれるかもしれない。ミントの。代わりになってくれるかもしれないですね。いや、でもやっぱガラムメンソールには勝てないですね。これはすごい美味しい。ただ高いんですよ、これ。16本入りで440円。たっけ。多分、そこらのタバコより1割ぐらい高い。16本しか入ってないですからね。でもやっぱ、フィルターが甘いっていうのは非常にいい。好きなんです。結構ね、やっぱ甘さがね、なかなか。甘いフィルターなんて売ってないしな。甘い巻き紙はあっても、糊面がついてないからこれもダメだしな。本当にこれは、古典的な方法です。水分のみの接着なので剥がれやすいのでご注意ください。そりゃねえよ。そりゃねえよな。巻き紙でお前のり面ねえとか、お前どうやって接着せんねんって。くっつくならいいですけどね。舐めてその水分だけで接着できるならいいけど、そうは問屋が下ろさないですからね。実際やってみると全然くっつかないんで。これは、美味しい。けどやっぱね、ちょっと足りない部分もあるんで、四つ星。ご視聴ありがとうございました。